菅官房長官が韓国に激怒、日本に責任転嫁するな、日韓請求権協定で。本日、菅官房長官が記者会見にて、韓国政府が主張している日韓請求権協定の問題に対し、次のように発言をいたしました。日韓の請求権協定は、司法府も含めた当事国全体を拘束するものだ。 昨年の韓国最高裁の判決が確定した時点で、協定違反の状態が作り出されており、この違反の状態を見直す責任を負うのも当然のことながら韓国だ。にもかかわらず、韓国政府が現在に至るまで具体的な措置を取らず、原告側による差し押さえの動きが進んでいることは極めて深刻だ。韓国大統領の発言は、 韓国の責任を日本に転嫁しようというもので極めていかんだ日本としては協定違反の状態を解決すべく協定に基づく協議を要請しており当然韓国が誠意を持って応じるものと考えているとなっておりましてこちらはもう本当にですねこの日韓請求権協定だけではないんですが最近の韓国政府の動きは もう韓国が、韓国政府が国として機能していないことを証明しているものであり、日本政府が日韓請求権協定に基づいて協議を要請しても、韓国側はまともに対応してこないと思われます。日本政府には早急にですね、日韓請求権協定に基づく対応を終了させていただき、 その後の韓国政府に対する対抗措置に、韓国に対する制裁に早急に移っていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。